r T のストランドアベニュー線は、ニューヨーク市、ブルックリンクのノストランドアベニューの下を走っている、ニューヨーク市地下鉄 A ディビジョンに属する地下鉄路線である。2系統の列車が常時運行しており、また5系統の列車も平日に運行されている。1913年3月19日に契約された、デュアルコントラクトは、ニューヨーク市における地下鉄網の建設、修繕、 運用に関する契約である。この契約が二重とされるのはニューヨーク市と2社の民間企業の間で結ばれ、契約で規定された建設工事の実現に向けて協力することになっていたからであった。デュアルコントラクトではブルックリンにおいて何本かの路線の建設を規定していた。契約3では IRT がブルックリンのノストランドアベニューに沿って 地下鉄を建設することに同意していた。この路線はコニーアイランドへ延長すると見込まれていた。ノストランドアベニューに沿った地下鉄の建設は周辺地域における不動産開発を促した。1917年9月には路線の開業は1918年末と見込まれていた。ノストランドアベニュー線は 最終的に1920年8月23日の12時40分に開業した。マリンパークまでユーティカーベニューに建設する全くの新鮮化、ノストランドアベニューとフラットブッシュアベニューのデュアルコントラクトの一環として建設されたばかりの IRT ノストランドアベニュー線を使って延長することが計画されていた。これとは別にノストランドアベニュー線を さらにのストランドアベニューに沿ってシープスヘッドベイまで伸ばす案もあった。1919年1月に公共事業委員会はロングアイランド鉄道のマンハッタンビーチ支線を使ってのストランドアベニュー線をコニーアイランドまで延長する決定をした。この延長はコニーアイランドへの旅客はブルックリンラピッドトランジットを利用した場合にかかる2倍の 運賃を負担せずに行けるようになるということを意味した。これ以前はフラットブッシュアベニューの南にヤードの建設が検討されていたが、この延伸線と一緒にヤードの建設もできることになった。マンハッタンビーチ支線は電化する必要があった。接続工事には25万ドルがかかると見積もられた。マンハッタンビーチ支線の敷地に貨物列車用の追加の2本の線路を建設する。 必要があった。この追加線路の費用を含めて合計95万ドルがかかるとされた。ノストランドアベニュー線は1929年に IND 第2路線網の一環としても延長が計画されていた。路線はキングスハイウェイまで地下で延伸し、そこからアベニュー S まで高架線として延伸され、費用は740万ドルを見込んでいた。アベニュー S より南では ブーリーズアベニューへ構想されていたユーティカアベニュー線と共用の複々線の構造で延伸し、その費用は320万ドルを見込んでいた。1939年にはアベニュー T までは地下鉄として、そこからは高架線としてシープスヘッドベイのブーリーズアベニューまでノストランドアベニュー線を延長する計画がされた。1946年には ニューヨーク市交通委員会が地下鉄網を地域末端まで拡大する10億ドルの計画を発表し、その一環として再びのストランドアベニュー線はブーリーズアベニューまでの延長が計画された。1951年9月13日、評価委員会は交通委員会の5億ドルの計画を承認した。その一環としてのストランドアベニュー線は シープスヘッドベイのブーリーズアベニューまで延長されることになった。1954年3月に交通局はノストランドアベニュー線をアベニュー U まで5170万ドルかけて延長する案を含む6億5800万ドルの建設計画を発表した。ノストランドアベニュー線は新たに設置されたメトロポリタントランスポーテーションオーソリティが1968年に 発表したプログラム4アクションにおいて再び南側への延長が計画された。当時急成長していたミルベースギア、スプリングクリークといった地区に数回に分けて延長することになっていた。IRT イースタンパークウェイ線のロジャーズジャンクションは2層になっているイースタンパークウェイ線の線路からのストランドアベニュー線が平面で分岐していく構造であるため、 ラッシュ時には深刻なボトルネックとなっていた。路線網の拡大に向けて、ロジャーズジャンクションの容量を増やすために、立体交差が建設されることになっていた。当初の計画では、IRT のストランドアベニュー線は、フラトブッシュアベニュー、ブルックリンカレッジ駅から、フラトブッシュアベニューに沿って伸ばして、キングスプラザにあるアベニュー U に、新しい現代的な終点駅を設けることになっていた。 この延長工事には6000万ドルがかかると見込まれていた。他の案としては、アベニュー H でトンネルを出てのストランドアベニューに沿って伸ばして、シープスヘッドベイのアベニュー W、またはブーリーズアベニューに終点を設ける計画があった。この2番目の計画は、この路線の当初の建設計画の一環として提案されていたものであった。1969年6月3日に、 評価委員会が承認したルート 29C では、キングスハイウェイ、アベニュー R、アベニュー W の3カ所の駅を新設し、アベニュー W の南側に車両留置施設を建設することになっていた。どちらの延長計画であっても、フラットブッシュアベニューでの折り返しが必要でなくなるため、支援が減少し、運行効率が改善されるものとされていた。百七十二年の夏には、 IRT のストランドアベニュー線のアベニュー W への延長計画の設計が行われていた。1974年11月には、または、ノストランドアベニュー線の延長は1993年までに開業すると計画していた。1975年から1976年にかけてニューヨーク市を襲った財政危機により、残されていた計画のほとんどの予算がつかず、 そのまま立ち消えていくことになった。1970年代半ばから1980年代初めにかけて完成すると見込まれていたプログラム4アクションの路線群はどれもこの財政危機により縮小か中止されることになった。1968年に、そして再度1989年に、または現在の廃線によって生じる運行上の制約を除去するために、 折り返し施設を設けるための空間を確保するよう、フラットブッシュアベニュー駅を約1000フィート先まで延長する検討を行った。2008年10月に地域計画協会の明日の交通報告では、ブルックリンの A ディビジョンの地下鉄の所要時間や信頼性を改善するために、ノストランドアベニュー線を二駅伸ばして、キングスハイウェイまで延長するべきであるとした。二千十六年八月、 または、ノストランドアベニュー線をフラットブッシュアベニューに沿ってマリンパークまで延長し、キングスプラザまで列車を運転できるようにすることを検討していると報じられた。各系統とも、ノストランドアベニュー線全線を走行し、各駅に停車する。ノストランドアベニュー線となる伏線の線路が、IRT イースタンパークウェイ線の観光線から、ロジャーズアベニュー付近にある。 ロジャーズジャンクションにおいて分岐し、ノストランドアベニューへ向けて南へ曲がる。ノストランドアベニューの下をそのまま走り、南側にある、クラウンハイズ、プロスペクトル・ファーツ・ガーデンズ、フラットブッシュ、イースト、フラットブッシュ、そしてニューヨーク市立、大学ブルックリン校といった地区を通る。路線の終点は、通常とは異なる、終点構造になっている、フラットブッシュアベニュー、ブルックリンカレッジ駅である。 この駅は、ニューヨーク市地下鉄号において、物理的に終点となる駅では唯一、島式ホームではなく2面の対向式ホームになっており、シープスヘッドベイのブーリーズアベニューへ向けて、計画されていながら実現しなかったの、ストランドアベニュー線の南への延長計画が、可能なように2本の線路が敷かれている。2面のプラットホームは、南側の車止めの先で、U の字を形成するように繋がっており、 終点構造上の非効率性を幾分緩和している。この構造は非効率であり、後述するロジャーズジャンクションの非効率性と、相まってノストランドアベニュー線の線路容量を制約している。このため、ラッシュ時の2系統と5系統の列車の中には、IRT ニューロッツ線へ運行されるものがある。IRT ノストランドアベニュー線のトンネルは、 フラットブッシュアベニューとのストランドアベニューの地点にある車止めを越えて先につながっている。トンネルはアベニュー H 方面へ数百フィート伸びている。2006年頃までは接着された格子がのストランドアベニューに続いているのを見ることができた。新しい建設が進むにつれてこの格子は撤去された。駅の南側の出口が建設されるまでは プラットフォームと連絡する一時的な木製の階段が使われており、トンネルを旅客が直接見ることができた。路線の容量を制約している、もう一方の要素が IRT イースタンパークウェイ線から IRT のストランドアベニュー線が分岐するロジャーズアベニュージャンクションの構造である。分岐点は、ノストランドアベニュー線が建設された時に合わせて、建設されたが、単に、 イースタンパークウェイ線の観光線にノストランド、アベニュー線を接続したのみであった。フランクリンアベニュー駅から分岐点まで西から東へ、北高の観光線が仮想へと下っていき、南高の観光線の下に入る。その後、その時点ではまだ上層にある北高の急行線が仮想へと下っていき、南高の急行線の直下に入って、複線の二層構造となる。分岐点では、 上層にある分岐器で南港の5系統の急行が観光線に転線でき、また下層にある対応する分岐器で5系統の列車が北港の観光線から急行線に転線ができる。このすぐ東で本線の線路が幾分北側により、そして本線の観光線がのストランドアベニュー線の線路となって南へ向きを変える。南港プラットフォームの南端に廃止された。 信号国所がある。この分岐点はラッシュ時には大きなボトルネックとなっており、この構造を変更するにはイースタンパーク米線の線路の配線変更などを含めた大規模な工事が必要となる。1968年にプログラムフォーアクションの一環として混雑緩和の目的でこの分岐点の改築が計画された。しかし、 財政問題によりこの計画は採用されなかった。WEN、テンプレート、アタッチド KML、IRT のオーストランドアベニューラインウィキデータにある、KML。ありがとうございます。